お姉さん、ジャンクフードばっか食べてると長生きできないわよ。余計なお世話。ホームレスのくせにキャリアマンの私に説教しないで。あたいが食べてあげるって。はい。何これ、開けていい？誕生日おめでとう。ありがとう。じゃあ学校に遅れちゃうから。じゃあね。じゃあね。あれ、どうしたの？ああ、今バイト終わったとこ。あ、そういえば明日からパリに出張だよな、うん、今夜飲まない？あーごめん、まだ旅の支度できてなくて。朝10時のフライトだから午後休取って速攻で準備しなきゃ。そっか、ごめんな、うん、いいよ。あ、そうだ、お土産どうする？あ、リュウジが好きな。タケコ、そろそろ結婚しよう。おとつすぎる。でも私ってなんて幸せなんだろう。うん、ありがとう、優しいのね。どうした？はい、もしもし。あ、わかりました。どうしたの？お母さんが大学病院に担ぎ込まれたって。え？行かなきゃ。お姉ちゃん、足をこ。大丈夫なわけないでしょう。一体何があったの？アライグマが。アライグマ？アライグマがね、牛すじの煮込みを盗もうとするから取っ組み合いの喧嘩になったのよ。諦めなさいよ、煮込みぐらい。だってあんた8時間も煮込んだんだよ。確かに、うちのは炭火でコトコトじっくり煮るから美味しいのよね。そう、紀州から取り寄せた高級備長炭で。あ、何？鍋、火にかけっぱなしだった。火事になっちゃう。あ、大丈夫？お姉ちゃん、また私から彼氏を奪うつもり？リュウジって。私から何でも奪わないでよ。あ、ちょっと待って。あ、それより今、広島つ広島つ、広島つ、みんなビールなのに一人ね、ずいぶんお酒強いの。すいません。はい。すいません。赤ちゃんが。あ、もうどうしたの？何？水ください。あ、水ちょうだい。え、あ、それ。あ、うん。あ、お酒。ああ。
チグマことちゃんになんてことしてくれたのよ。警察呼んでちょうだい、警察。警察？絶対間に合わない。浅そうだな。お姉ちゃん。そんなに急いで死ぬことないよ。どうせいつか死ぬんだから。